ウレディオキューブ FMA アナウンサーの白田和也です。今日は皆さんにお知らせがあります。来週8月9日月曜日夕方5時からの番組月目ですが、来週月曜日は祝日ということで、久々にリクエストスペシャルやっちゃいます。皆さんからたくさんリクエストが届いたらですね、全曲リクエストに差し替えていきたいと思います。今回のリクエストテーマは祭りです。まあ、普段であればね、ここからお盆休みに入って各地で夏祭りが盛大に開かれる時期だったりするわけですが、今年も昨年に続いてコロナ禍ということで各地のお祭りも中止せざるを得ない、そんな自治体も多くあると思います。そんな中、ラジオを通して皆さんに祭り気分を味わってもらおうということで、テーマ祭りで皆さんからのリクエストをお待ちしております。ただですね、お祭りソング、パーティーソング、賑やかな曲じゃなくても結構です。あなたがこの曲は祭りだと思えば、それは祭りソング。大バラード曲であっても、例えばお祭りの帰り道に聴いた思い出の曲なんだとかね、夏祭りを一緒に過ごした恋人との思い出の曲なんだとかね。あと祭りといっても解釈は様々だと思います。夏祭りだけじゃなくてフェスだったり、学生の皆さんは文化祭だったり体育祭、こういったものも祭りですよね。ということで、皆さんエピソードにこういう祭りソング、私にとってはこんな思い出のある祭りソングだっていうのを書いていただければ、どんな曲でも結構です。ぜひ送ってください。ということで、レディオキューブ FMA のホームページにアクセスいただいて、月目のメールフォームから来週2021年8月9日月曜日用のリクエストをもうすでに受け付けておりますので、じゃんじゃん送ってください。テーマは祭りです。ということで、来週の月目でお会いしましょう。白田和也でした。バイバイ。